今日はライブします。フィリピンで。まあ1時間かけて今朝よりちょっと遠いところ向かってます。一人ですよ。Where are you coming to LA? Yeah. No. 一人でライブさせろ言うて今日ライブさせてもらうことになったライブさせてくれ言うて。みんな電波悪いっすか。一人で今キヨってやつのラッパーのとこ向かってて、そうそう、でこっちのギャングラーと知り合って、仲良くなって、でショーあるんやったらちょっとライブさせてくれっつったら、2曲だけ歌っていいよって言われたから、まあ歌うって感じやな。今からってか、まあ今日の夜か。そうそうそう、まあ俺は一人でいてても関係ないよ、やるだけやから。今タクシーで寝てんねん。タクシー乗っちゃいに、これ枕借りて。そうそう、俺はやばいから、レベル違えから。若干そわそわしてるめちゃくちゃな、言葉わからんもんだって。言葉わからんもん。大阪もするよ、デニム再販しますよ、ちょっと待っといて。フィリピン一人楽勝、俺ならできる、バイブス。邪魔になしですか。マネージャーなんかいらんからな、俺のマネージメントできんのかって感じ。そもそも俺のマネージメントはできへんで、うん、俺がマネージメント自分でしてるよ。人になんかああせいこうせい言われるの嫌いやからな。カタログは、うん、関東ないかな。でも静岡するっすよライブ、静岡。これ俺のやり方やろ。現金も全然持っていってないよ。マネーなし。それより俺の名前売る。まず今日結構ヤバいやつらいっぱい来るみたいやから。そうそう、アーティストとかも今日めっちゃヤバいやつら来るみたいで、そこで2曲歌えるんやったらぶちかませるやろ。これ TIG スタイルやからギャラはいらんぞって感じ、やるぞって感じ。どこめっちゃ空いてますな。空いてねえよ。どこが空いてんねん、お前シラフじゃん。農業熱いと思いますね。ライブ絶対来て。まだでも来てまだ3日目ぐらいやねんけど、一発目まあインスタとかで連絡しまくって、ケントくんとかもフィリピンの人らで、そうけどめちゃくちゃ連絡とかしまくったらめっちゃ連絡返ってきて、でそっから会って今も1時間ぐらいかけて行ってんねんけど、ラッパーのスタジオな、タクシー乗って一人で楽しいわ。お金なんか全然使えへんわ、日本でおろうが使うわ。後輩もいっぱいおるからさ、こっち来たらもう一人やから何も使えへん。別に飯も全然別に普通に食ってないし、うん、そうやけど大阪でまたライブするって最高にいけてるやろ。これ TIG やから誰も真似できんから、何のコネもないから、最初はゼロやから。みんなやろうって思ったらできるからな、ほんまにルフィみたいな気分よ。違う島行ってそこの島のやつらと仲良くなるみたいな感じ、そこの島のやつらとバイブス合わせてやっていこうって感じ。そうそうそう、面白いやろ。
まあでもこっちのやつらも俺結構かましてるからな普通に。うん、余裕で。やっぱ俺どこの国でもかませるわ。正味マニラ、正味な、正味どこの国でもかませるわマジで。うん、全然問題ない。 TIG のデムに破れたりしたら、あ、全然言ってください。いつでもタイガーデメイソンの方に連絡くれたら修理しますよ。無料で無料で無料で。うん、あのね、あのね、死ぬ覚悟あったらね何でもできるよマジで。うん、腹くくったら何でもできる。なんかね、ビビってもうたらねダメ。うん、ビビったらもうダメ。うん、日本人、おい日本人のヤバいとこ見したるぞっていうバイブスよね基本的に。うん、俺らの方がヤバいぞっていうバイブス。うん、大事それ。やし、みんな日本のこと大好きやから。うん、みんな日本のこと大好きやし、日本のブランドめっちゃ着てるし。うん、それこそ千葉さんとかすんごい有名やな。うん、めちゃくちゃ言われるもん俺。うん、マジでマジですごいよ。もっと俺も頑張らななって思うわ普通に。まだまだっすよ。けどまあ一つずつやっていこう。こうやって俺のこと応援してくれる同士のためにもな、一つずつやっていかんとな。雨村で飛行機乗る前に二人組で写真撮ったんですけど、あ、覚えてるよ覚えてる。ビッグステップの前な。ね、俺ちょっと急いでるって言ったけどね、覚えてるよ。次8月11日広島で、8月30日が名古屋かな。で、9月の16日が和歌山で、で、9月30日がもしかしたら静岡かな。うん、うん、ありがとうみんな。タイガーさん、皆さんこんにちは。マジで頼む、頼んで、任せろ任せろ。ぶちかましたるから俺が。おい、もうタクシーや、タクシー何でもええねん。おめえ、あのね、ミナリとかね、チェーンとかね、ブランドもんとかね、そんな買ってる暇あるやったらね、一人で旅しろマジで。あのそんなね、あのそんなブランドもんばっか来てね、調子乗っとってもね、結局お前一人で何もできへんかったら一緒やからな、お前ら。マジでマジで一つ言っといたらいいけど、俺はお前一人や。生粋の日本人や俺は。ああ、広島 L2 やで、ほんまにほんまに。そんなもんでな、自分のこと着飾ってもな、一緒よ。中身きっちりしなかったら。いっぱいおるやろ日本にもよ。ってことで、今日はフィリピンのアーバー QC から日本人一人でちょっとライブかましてくるわ。 DJ もおれへんけど、 DJ もその辺のやつちょっと捕まえて USB ちょっとやらしてくれ言うて、そのまま曲かけさせるわそんな感じ。また言うわ、あのライブ映像見せるわほなピース。